皆様ごきげんよう。おはようございます。7月の4度目の天心寺の朝の日曜礼拝でございます。先月から1ヶ月ちょっとの時間を過ごしたわけなんですけれども、先月は物販の話、ほぼ物販の話から私たちのその信州念仏者のまた人としてのそのありようということを味わってみました。今朝はね、お金の側面から味わってみたいんです。前回も申し上げたかもしれませんけれども、この仏様をお飾りするという心というのは、すべてこの仏様をこの私、仏様の前に座るこの私が味わっていく手がかりです。そして私どものたしなみなんですね。ですからお飾りを味わうことで、私たちは仏様のお心、そして私たちがいかあるべきかということをより味わっていく手がかりになるのでございます。お花でございます。お花が立てまつってありますけど、皆さんあれ見てどう思われますか？そう難しいことじゃないですね。これは綺麗ということです。綺麗なですね。お花というのは本当に綺麗なものだと思います。いや、日本人もそうですし、それから世界的に見てもこの花を尊ぶという習慣はすごいですね。ありとあらゆるお花にね、品種改良というものが加わっています。そしてどうですか、街を歩けば花屋さんにはもう名も知らぬ花、これ何の花だろうかというようなものまでがもう山盛りに溢れており、そして、集合住宅のベランダや玄関、それからその一軒一軒のお家でも、ね、小さな土があったらそこに木を植え、花を植え、そして植木鉢の一つも置いてみたくなるものなんですよ。どうぞ歩くときにご覧になってみてください。お花の鉢植えやら、ね、その植木植えてない家の方が、ね、少ないです。基本的には植木鉢を置いとかれたりとか、そういうふうになってますよ。やっぱり私たち花好きなんですね。いや、道端に生えている名も知らぬ草に花が咲いとっても、ああこれは綺麗だねというふうに私たちは思うんですね。誰かもほとんどこういう花が咲いてからつまらん花見なくちゃできない、これあんまりないですね。花が咲いてるからといってこれそれに腹を立てるというのはあんまりないでしょう。そう、私たちはこの花に触れるときに仏様のこのお慈悲というもの、これを味わう手立てにしとるんです。花というもの、花というものを見るとやはり綺麗というふうに、美しいというふうに思います。そしてそこに出会った時に、私たちはその優しい心というものを感じることができるんですね。浄土真宗ではその観点から仏様にお供えする花というものを大体いくつか、これはやめとこうやということ、金花といいます。いけてはいけない花というものを句でですよ、地伝いで伝えられてまいりました。一番最初に挙げられるものが何か、これは造花です。作り花、作ってある花というのはお供えせんのです。この理由はまた後でおいおい話させていただきましょう。造花はダメなんです。次に、トゲがある花です。トゲがある花はダメとされております。なぜか、私たちね、トゲがあったらね、綺麗な花ももちろん見るんですが、綺麗な花にトゲがあると見るんですね。これトゲというのは近寄ってほしくないという証です。ここからやっぱり優しさというのに触れることは難しいんですよ。ですから、トゲのある花、針が木についているような花というのはできることはしておりません。それから毒のある花は昔からいけないというふうにされております。毒のある花はいけないというんですが、このね、毒か薬かというのはね、これは結局私の判断ですね。例えば水仙はこれ毒がございます。水仙は毒があるんですがね、これは西本願寺、ご本山西本願寺のご正規法恩公親鸞聖人のご命日である1月15日16日にはね、水仙、梅、それから乙女椿と、この3種の花だけは絶対決まっとるんです。毒があるじゃないか。違うんですね。毒があるなしじゃないんです。名前が悪い花です。その毒であるということを想像させるということ、そして毒がある、すなわち私に害になるということで、仏様のお慈悲を感じにくい花です。毒うつぎという花のものです。毒うつぎというのがあるんですよ。割と綺麗な花です。ですがこれはいきません。ヘクソカズラというのをご存知ですか。これはまあツルクサですから、ツルクサも伝統的にいけない習慣があるんです。ですがこのヘクソカズラ、こんなヘジャクソジャという言葉から仏様のお慈悲は味わいにくいですね。そんなものを仏様にあげるということもあまりよろしくないんですよ。これは名前の悪い花です。この辺りの、その毒があるとか名前がその悪いとかという、そういう理由から
名前を知らないお花というのもお供えせんことになっています。そうですね、それによってついうっかりとんでもない名前のお花とかとんでもない人の害になる花というのをお供えしてしまう可能性があるんですね。ですから名前を知らない花、自分が知らない花というのも基本的にはお供えしないということが使われてこられているのでございます。例えば今日お供えになっているお花だったらどういう花が上がっているか、この天神寺のご本山様の前だったら今これグラジュラスというのが入っていますね。この芯といいます、一番上に立ててあるのがこれがグラジュラスです。それから百合が立っております。そして金魚草、菊、カーネーションが1本、それからこちら側に赤いのが見えますね。これ小房草とギリ草です。ヒペリカム、学名で言った時にヒペリカムと言います。ヒペリカムというこの学名の方が通りがいいかもしれませんね。最近お花屋さんでもほとんどの花が和風の名前じゃなくて生活様式の変化からも学名に書かれるようになってきました。こういうお花をこうやって立てますってわけですが、これ全部名前が分かっている花ということになってくるわけです。そしてお花を手立てるというんです。仏家仏様の花を立てる、これは立てまつるという心の表れです。それから建立と申します。願いを立てたとか仏様の願いを立てられたということ、そしてそれが私に向けられているということを表していることでもあります。浄土真宗のお供えというのは全部お下がりをいただくもんじゃというのを前回お仏壇のお話の時にお話をしました。これが一番分かりやすいのがこの仏家仏様のお花です。どうですか皆さん、仏様、仏様に立てまつるんでしょう。だからこそ立てるという言い方を先人はしてまいりました。ですが私たちがいただくためのものなんです。それがなぜわかるか、お花がこっち向いとるでしょ。仏様の前に座る私の方を向いとるんです。花の正面が仏様に差し上げる、私から振り向けるものであったならば、これは仏様の方を向けとかできませんね。天神寺の花は全部正面はこれ下人側、私たちの座ってる側になっています。よほどに大きな花で経済的な余裕があれば仏様の方にも花を向けても入れてもいいでしょうね。かなり大きなこれは花瓶、お花を立てるための器です。この花瓶が必要になってまいりますけども、そういうことをする場合もあるが、基本的にはお花はこの前に座る私がそれを拝見するものです。これは仏様のお慈悲というものを感じていかないといけないということです。それを味わう手立てにしております。一昨年の平成30年11月23日に千両御門師様が私たちの誓いというのを4か条示されたということ、このことを前回もお話しいたしました。今回はこの第3条です。お花はね、この第3条とでつなげて味わうと味わいやすいんですよ。自分だけを大事にすることなく人と喜びや悲しみを分かち合います。慈悲に満ち満ちた仏様のように、自分だけを大事にすることなく人と喜びや悲しみを分かち合います。慈悲に満ち満ちた仏様のように。そう、仏教というのはね、これは私 だけでなくその他のものというのを感じていくんですね。その感受性というものの極めて、高級なあり方としてこの仏教のものの見方というのがございます。お花を見てこの美しいと感じる、また優しいということを感じるということを今申し上げました。この美しいということを感じると同時に、先ほど増加はいけませんと言いましたが、増加がいけないことの理由の一つはね、枯れないことです。仏様に備えるお花というのはこれ必ず枯れるんですよ。なぜか生花ですから、命あるものをこれ枯れて切ってから紙に入れておきますから、どんだけその最近はいろんな薬ができましたから、お花を長持ちさせる薬を入れようともやっぱり花はね、枯れていきます、移り変わっていきます。天神寺では工夫のためにね、毎晩ですよ、毎晩水が腐らんためにお花は一遍下げとるんです。後ろにで別のバケツにきれいな水を満たしたものを入れといて、そして朝お勤めの前に行き直すんですよ。この水全部入れ替えて、それでもね、これほどの今暑さですね、暑さですから、朝この5時前にお花を入れ替えたところでですよ、そして私が6時半過ぎに一度お給仕をして、今さっきお線香をお供えして回る間にももう花が散っとるんですよ。床に落ちておりました。全てのものは一つのまま、そのままでずっと移り変わらないということはない、移り変わっていくものであるということを、この生花、生きているお花を立てまつるところから味わうことができます。もう一つは、私どもの御修士は浄土真宗です。
浄土、仏様の御国ですね、私を絶対に救うということ、私のこの心と体を合わせて命を救う、生に意義あらしめ、死に光あらしめるということについて、真実ということを一番大事にします。造花というのはね、これはね、作り物ですからね、偽物なんですよ。どんだけ綺麗に作ってあっても、これはただ美しいというだけです。そこに真実はないんです。そしてお花というのは、これはただひたすらにこれ咲いとるというだけですね。それがでも私たちにね、与えてくれるものがありますね。この感じるということがなかったならば、自分だけを大事にすることなく、人と喜びや悲しみを分かち合います。そう、分かち合うということにつながっていかんのですね。あ、これは嬉しいことだったということは、喜んでおられる。あ、見てるだけでこれ私も嬉しい気持ちになりますねとか、大きな嘆き悲しみの淵にあって、お気の毒すぎてそのままにはしておかれんという心の私のね、心の兆しということ、これは感じるという世界から始まっていくんですよ。感じる、私たちが感じていくということ、そこから現れてくる。その点においてお花というのは素晴らしく私どもにいろんなことを感じさせてくれますね。お一人お一人好きなお花、嫌いなお花というのもございましょう。そしてあの好きなんだけれどもこれはどうかなとか、いろんな思いというのがそこに起こってくると思います。ですが私たちに感じるということを与えてください。そしてその感じるという心の中に必ず私たちは仏様に救われていくということ、常に仏様と一緒であるということ、その仏様のおじき、私たちをそのまま受け止めてくださるということです。自分だけを大事にすることなく、人という喜びや悲しみを分かち合いますと言いますけれどもね、昨今自分も大事にせん時代になってますね。自分もなかなか大事にせん時代になってきてますよ。これは人よりやはり感じるということ、相手の思いであり、あの相手の姿、そして生物非生物のこの在り方に対してね、感じて思うていくということがだんだん薄れつつあるんじゃないかろうか。で、そんな私であるということ、そういうのが人間の本質なんですよということもお見抜きの上で、南無阿弥陀仏の声の御仏様です。声の御仏様です。言葉の御仏様です。光の御仏様です。今私がどこにいても、今この私、今ここにいる私というのに届いてくださるには、そんなことすらも忘れてしまう私には、思いのこと、その感じるということすらも忘れてしまいがちな思いを問題とすることのない声の御仏様、言葉の御仏様となってくださったんですね。自分だけを大事にすることなく、人と喜びや悲しみを分かち合います。慈悲に満ち満ちた仏様のために、仏様のように、このことをまたかみしめてまいりたいと思います。ようこそ、ありがとうございました。